でも本当に毎日すごいスケールのでかいパワーアップしたアリスの世界でワクワクしながら撮影できてたので、本当に完成が楽しみですし、シーズン1から考えるとすごいもう何年もあったのですごい感慨深いです。ワンカットワンカットが結構大きな、こうなんだろう、爆発とか、ウサギも同じような気持ちを体験したんじゃないかって思うような現場だったり撮影でもあったので、毎日毎日がこうとても尊くてすごく幸せな時間だったなと思います。まあでも本当にシーズン1で一緒だったメインキャストの方々とはみんなやっぱ会うと一瞬で和んで、あれはあれでやっぱすごく楽しかったし、こう短い期間でギュッとこう出し切れたっていうのがすごく個人的には嬉しかったですし、とても充実した撮影期間でした。僕自身も本当待望のシーズン2というか、すごくやっぱ僕も楽しみにしていました。シーズン1がすごくこう反響をいただいたからこそシーズン2作れるっていうことだと思うので、その声を聞いた時はやっぱりすごく嬉しかったですし、1もすごかったですけど2もさらにスケールアップして皆さんに楽しんでいただける作品になるんじゃないかなと思ってます。いろんな国の方からメッセージが来たり、面白かったよって言っていただけることが多くなって、今まで役者やってきてこうさらにこう視野が広がったっていうか、ぜひ一緒にアリスやウサギと歩んで生きていただけたらと思います。大丈夫ですか、はい、伝わるかな。本当に楽しみにしていてほしいなと思っております。 OK。